ジャック、こっち向いて、どうなんでしょう。ジャックはペドリントンテリアになれるんでしょうか。ジャックをね、ペドリントンテリア風にカットしたいと思います。ペドリントンテリアっていうのはこんな感じのワンちゃんです。ちょっとジャックに似てるところはモコモコしてるっていうところだけどんだけ近づけることができるか、ちょっとね、あの今のデザインに飽きてきたんで、かわいい、ちょっとイメージチェンジでやってみたいと思います。始めるよ、いくよ。胴体を見せる、まず短くしていきます。寒いんじゃないの、冬。カメラ目線、ジャック。オリコ。オリコ。よしよし。静かに静かに。あとは耳を切るとそれらしくなる。わ、そんな切っちゃうの？ツルツルにしよう。かわいい。どうなのかわいい。大丈夫なの？知らない。どうせ生えてくるよ。なんかバリカンでやる。手が生えたっちゃう。全部ツルツルにしよう。宿女のような本当、女の子っぽい。ジャック男。ベビー、ベビー、ジャック。おしとやか。危ない危ない、ギリギリまで攻める。あっ、危ない。ダメよ、カゴを動かし。あ、いいじゃない。もうちょっ
っとボリューム感出るかと思ったら、なんかペタってする感じになっちゃって、ここがね、こういう角度で切るといいんですよ。これにしとくか。なんか頼りない。やっぱりこの犬毛が多い。やっぱ種類が違うから長くなってもいい。おかっぱ頭みたいな。大胆だね。大胆にしないといつまでたっても終わんない。ジャック、あ、危ない。あ、犬が来た。いっちゃいジャックダメ。よし、座れ座れ。よし、細かな感じはこんな感じ。そんな変な顔じゃない。うん、かわいい。これをまとめていけば、すっきりさせれば。すっきりした。かわいい、耳かわいい。女の子っぽい。あとは、これを、尻尾を。尻尾？おう。切っちゃうよ、尻尾切っちゃうよ。尻尾切っちゃうの。ほら、しゃあ、ダメダメじゃ。切らないで、切らないで。よしよしよし。うわ。大変。軽くなってバランス狂っちゃうから、走れなくなっちゃったりして。あ、なんか全然歩けないの。ツルツルにしよう。ええ、少し残ってるかな。失敗した。ネズミの尻尾なんです。それが特徴。失敗した方がかわいい。体がちっちゃくなっちゃう感じじゃない？風が起こってたのに。これでも起こるよ、風が。ライオン見たく残してるし。いいんじゃない。今日はテリアフじゃない。それも取っちゃうの。先っちょ、針のように、いいんじゃない、それ残して。あ、切っちゃった。何もない。やった。大丈夫、水着なんか。なんかあんまり細くないな、こいつ。大丈夫な。あ、かわいい、かわいい。かわいい。かわいい。不思議な生物みたいな。尻尾がね、なんか生き物。危ない危ない。危ない。危ない。かわいい。猫の猫。生き物みたい。つる
ツルに綺麗に整えていけばかっこよくなる。どうなっちゃってんだろうと思ってるから、はい、基本的にはこれであと形整えていけばいいんじゃない。顔もだんだんらしくなる。ここが伸びてくればだいぶ違う。ここまだ伸びてないから、こうわしばなみたく、わしばな、このあふわって鼻の付け根のところが、まあ逆はどういう格好してもかわいい、お上品。すごい綺麗になったね。どうでしょう、ベドリントンテリア見えますでしょうか。見えないね。どうでもすっきり可愛い。見たことない。喜んできちゃった。ジャック来い。はい、ジャック、ほいほいほい、はい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 。お、偉い、ちゃんと戻ってくるようになったの。偉い、餌があったか。餌が大好きだな。よしよしよし、じゃあもう一回、はい、行くよ、終わり。ジャック、こっち向いて。おお、雰囲気いいね。お母さん、お母さん気がつき。貴公子さん、イギリスの貴公子。尻尾もっと細くして。なんかここになる。おいおい。立って。Joke.